浅草のりは、高層の牛毛のり砂に属する、天のり類の一種である。内湾や川口の長官帯において、ヨシなどの茎、クイ、貝殻などに着生している。おそらく、江戸時代以来、主要な食用のりとされていたが、1970年頃より、養殖には用いられなくなり、また、内湾環境の変化によって、野生個体群も減少し、 2020年現在日本では絶滅危惧愛類に指定されている。浅草で採取、製造、または販売されていたため浅草のりと呼ばれるようになったとされることが多い。クジェルマンは日本の星のり製品を元にポルフィラテネラを記載し、岡村金太郎によってこれに浅草のりの和名が当てられた。長らくポルフィラ族に分類されていたが、2011年に ピロピア族に移され、さらに2020年に新族ネオピロピア族に移すことが提唱されている。系統的には、現在養殖の主役であるスサビノリに近縁である。養状体は楕円型から線上皮、線状筆神系基部は、設計から円形。普通7から 24X2 から5センチメートルほどで、あるが、50X10 センチメートルに達することもある。 色は、褐色からやや緑色を帯びた、赤褐色であり、特に基部が、青緑色がかっていることもある。一細胞層からなり、未成熟部の厚さは14から35マイクロメートル。細胞の断面は高さが幅より大きいかほぼ等しい。延片は、前円、ひだになり、顕微鏡的な虚子はない。養状体は、秋から初春に生育し、 12月から3月頃に有性生殖を行う。死有同士個体と有性個体があり、死有同士個体では、生死脳反は普通線上で円ペ部に生じる。生死脳は、普通64個時に128個の不動性子を形成し、受精した作りかきは、普通8個まに16個の花報子を形成する。花報子は発芽して、貝殻などに先行し、 微小ナイト状態となる。死状態は夏の高温期を過ごし、秋になると核放子を放出し、核放子は発芽して養状態になる。若い養状態が原放子を形成して無症生殖を行うこともある。染色体数は N イコール3。東アジアの一部に分布する。分布南言は九州南部。ただし、日本では 古くから各地で養殖されていたため、自然の分布域は不明瞭である。タイプ産地はおそらく宮城県、気仙沼。洋状体は内湾や川口周辺の干潟で見られ、長官体上部のヨシなど中水植物の茎、杭、貝殻などに着生している。塩分濃度変化に強い。沿岸水質の悪化や埋め立て、川口部の環境変化により減少し、 絶滅危惧種に指定されている。絶滅危惧愛類日本の環境省のレッドリストでは、1997年版の初版から2020年現在まで、絶滅危惧愛類に評価されている。1998年の調査では、生育地は全国で4カ所のみが報告されていたが、2002年には8カ所が報告された。2000年代前半には、 東京湾内の個体群は絶滅したと考えられていたが2004年から2005年にかけて実施された調査で玉川川口域においてごく少数の個体が限られた場所で生育していたことが確認されているその後日本各地で調査が行われ2013年時点で日本各地40カ所の生育地が報告されている DNA 解析の結果から すさびのりと自然交配した雑種が存在することが報告されている。また、日本の浅草のりの中には4つの遺伝的クラスターが存在することが示されている。このうちの1つは熊本県と長崎県からのみ見つかっている。大森でののり採取。柿養殖とともに、ひび立てによる雨のり養殖を行っている。海苔養殖のためのひび立て。 品川のサメブチ。奥の海にヒビが立てられている。板のりの生産。日本では天のり類は非常に古くから食用とされており、大宝律令や日立国風土記に記述がある。やがて、江戸時代になると、江戸の発展とともに、江戸湾で採取される天のり類が多く利用されるようになり、浅草のりの名が広まった。さらに遠浅の海にひびを立てて、 自然に胞子を付着させて養殖する方法や、紙すき技術を用いた板のりの生産も普及した。この際に、東京湾で養殖し食用とされた天のり類は、主に浅草のりであったと考えられている。浅草のりの名は、寛永15年の毛吹草が初出であり、諸国の名産が列記されている中に、武蔵国品川のりと共に、 下卯国火災のリゼを浅草苔ともうんと記されている。また、元六十年の本庁食館では、この苔はもともと、総州火災の海中に多く生じ、土地の人が取って浅草村の市に伝送したものである。火災の土地の人もやはり多く、これを販売している。補修の品川にもある。とあり、享保十七年の江戸砂子では、 浅草海苔あたりどころの名物昔はこれ近畿平まで入り江なりしとなり、今は品川苔を当初にてセースとある。これらの記述は、笠西や品川などで採取された雨海苔が浅草に運ばれて加工され、浅草海苔として売られたり食事に出されていたことを示している。浅草で製造。 または販売されていたため、浅草のりの名がついたと考えられることが多いが、江戸砂後にあるように古くは、浅草でも採取されていたため、浅草のりの名がついたとする説もある。また、江戸時代には構想によって、食物の名が命名されたとする伝承が多い。浅草のりも、小人物として所持に献上され、これが、 幕府の古文像で戦争時との関係も深かった、天界の目に留まり命名されたとする伝承がある。また、江戸時代には、品川のりの名もあったが、これは、品川東海寺の住職であった、拓安双方によって命名されたとの伝承がある。採取された天のりは、幾品やそのまま乾燥させて利用されていた。やがて、教法の頃から、天のりを刻んですくことで、 板のりが作られるようになった。当時の浅草は六弁市の産地としても知られており、これが、板のりの開発と関連していたと考えられている。このような、浅草のりの利用は、最初は、自然に生えているものを採取しており、養殖はされていなかった。しかし、魚介類の罠や池すのために設置した杭や竹、枝に着生した雨のりを採取するようになり、 これが養殖の始まりであったと考えられている。このように自然に着生したアマのりを養殖することは遠方年間頃に始まったと考えられている。やがて多数の日々を区画化して設置することが行われるようになった。また大正から昭和にかけて水平に張った網が日々に使われるようになった。江戸時代以降、 東京湾における海苔養殖は大きく発展し、またこのような海苔養殖法は日本各地に広まっていった。明治16年に移植の方法が確立され、採病する場所と育成する場所を分けることが可能になった。福島で再病し、東京へ移植するなども行われ、これによって浅草海苔の自然分布は不明瞭になった。 1960年代までは普通野外で自然に着生したものを養殖していたため、そのマ海リの種は浅草海苔とは限らなかった。1957年頃、東京湾や東北で養殖されていたマ海リは、浅草海苔の他に、スサビ海苔や丸葉浅草海苔、小筋海苔も含まれていた。東京湾では、この頃浅草海苔が急速に減少していたことが、 報告されている。1949年に甘のりの一種において生活感が解明され、その後浅草のりも下記には貝殻に先行した糸状態として過ごしていることが明らかとなった。これにより人工的に特定の種を日々に摂取することが可能になった。また浅草の苔の中でも多周性の変種である。 オーバーサクサノリ、ネオピロピアテネラバリエーション、タマツエンシス、エヌキクチアンドには、2020の養殖も行われるようになった。しかしやサクサノリは、生育が悪く収穫量が少ない、生産方法によっては、品質劣化する、病気に弱いなどの問題があったため、養殖には、スサビノリが好まれるようになった。特にスサビノリの多種性品種であるスサビノリが、 使われるようになると、海苔養殖のほとんどはこの品種が占めるようになった。その結果、浅草海苔の養殖は激減し、また1950年代以降の高度、経済成長期における、沿岸開発と水質汚濁によって、浅草海苔の野生個体も激減した。しかし21世紀になると、養殖種の多様化や、付加価値のある、 種の養殖の研究も進められるようになった。その中で浅草のり養殖の復活も試みられている。特に、三重県桑名市で養殖されている浅草のりは、三重県内の川口付近に自生していたものを30件、水産研究所が培養、桑名市外漁協が養殖を行っている。出荷の際には、DNA 鑑定を行い90、90%以上、 浅草のりが含まれる、伊勢浅草のりとして出荷している。令和2年2月7日最高値2203円で落札され、過去最高価格を更新した。また浅草のりとすさびのりの主観雑種である、朝雲も作出されている。ありがとうございます。